皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは6月2日のメンテーマ関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、アップデートは今週も、まあ馬に関してはないのです、ない良かったと思うんですけれども、生活の最終釣り道具がカモン統合になったので、どうすごい装着しなくても再、まあ、可能だと、可能だけれども、これマノスとか、あ、そうです、これ共有できるウィンドウが、はい、追加されたのもこちらにセットすればいいということですね。はい、で共有で、これですね、あのなんか、あの馬持ち馬弁がですねないのは、これはどうなのかという話をどっかツイッター X の方でしてる人見たんですけれども、はい、まあ道具が、まあ、装着できる、まあ、だから基本的になくてもできるけれども、まあ、マノスとか使いたかったらここにセットしたら、まあ、できるようになるということですね。はい、でですね、あとはまあキャラクターですとか、あとギルド関係ですね。はい、で、まあ、ギル、まあ戦争関係、あとアイテム、ツングラドですね。5セット効果、3セット効果、追加。とか、あと、まあ、セカツマルに、うん、まあ、馬関係はないでいいんですけれども。あとは、登場物も、船などで関係なく、あとガウムス拠点占領船とソラレシステムで、まあその中、あと修正事項の中にも馬に関してはなしということで、はい、以上で、はい、メンテナンスも見ましたので、次、まあ、クーポンですけれども、まあ、特に交換クーポンなしということで、次開催イベント行きたいと思いますけれども、ですね、これはまあ、週刊砂漠モデルに挑戦ですが、で、ギルドリーグですね。まあ、こちらも馬には特に関係ないですね。はい、で、こちらですね。あの、結構大きいのがあるので、チェックしていきますけれども、まあ、パトリージオがですね、ちょっと直接物を売ってるんですが、その中に、馬に関わるものがありますので見ていきますが、6月19日まで2週間ですね。はい、あります。でですね、ま、場所も決まっていて、ベリアのこの辺になります。はい、でですね、あの、や、出現時間は夜間、砂漠の夜間時間帯で、その中の商品にまず一つフェリバシャがあります。で、このペリバシャなんですけど、装備はまたないので、あくまで馬の日だけなので、装備は別で作らないといけないと思います。はい。で、それを売ってないと思うので、はい。まあ、それが一つまずあります。でですね、馬関係、あとクログダルのバグの箱があって、で、これ大きい、まあ、まどろみですね。こちらが3個。だから 9G 必要なんですけれども、売ってます。なので、これ、皆さんお忘れなく。はい。だからまあ、ペリーバシャもまあ、なかなか売りがないので、はい。まあ、これと、やっぱりこの辺ですね。この、航路とペリーバシャ、このあたりが、はい。重要です。あっと、馬に関しては、まあ、レイラの花びら、まあ、100枚にもちょっと美味しいですね。これ、交換したらもそのまま出てくるので、あとは、まあ、あとはこの辺ですね。普通の幻想場の訓練素材とか、ですね。はい。あと、ララのホットティーあたりとかも、まあ、馬育成にあれ、
役立ちますので、ただまあ一番やっぱり大きいのはまあこのこれとこれですね。はい、ということでまあ夜時間帯ですから、ちょっとその辺を狙ってということで、ただまああの家紋3個までなので、まあ1回買ってしまえば、まあ、それでいいんですけれども、ということです。ということで見ましたので、あと世界家具ヘルムとイヤリング、はいですね。あとまあ延長ですね、バフがギルドログイン報酬で、あとこれがまた延長され、まあ延長来てるので、まあこれウィークリーとですね納品と、あでこれは来てなかったのかな、はい、来てなかったので納品イベもありますということで、あと当時 50% も入ってますので、まあ、今週も引き続き納品育成納品を、まあ、頑張っていきましょうという、あとウィークリーを忘れないようにしてくださいということになります。あとまあ効果2倍とかログイン報酬、はい、ですね。まあ、あと印象、まあ、これはそうですね、まあ先週もまあ言ったのであまりあれですけど、無双の、あ、これ、あ、そうです、交換できるので、これ交換だけを忘れなく、最低限でも忘れなくということですね。はい。と、デイリーログイン報酬とかで、これはもう先週から来てるやつですかね。ということで、まあ、今週は、まあ、パトリジオ、特に新しく、何ですか、これ、特に新しく来たのが、パトリジオが固定で売っている、ガチャではなくて、固定で、まあ、売ってくれているので、それは必ずお忘れなくということです。まあ、進行中ですね。はい。ということで、以上見たので、あと、ちょっとこちらの方で何かあれば、ということですけど、まあ、特になさそうなので、パル書店見ていきますけれども、シエロスですね。はい。で、あと、パッケージ商品、職人の記憶ですね。はい。あと、水着とか、ペットもまあ、なしで、あ、で、これは、確定券が、多分2、2枚なので、で、実質 50% オフですかね。1枚多分 700% だったと思うね。はい、確定券は 20%。あとは、初期化と、スキル変更券も、また来てますので、これ10回買えるみたいなので結構、これも 50% オフということですね。はい、ということで、来てますね。あと、狛犬もまあ 50% オフということで来てます。はい。で、まあ、それで、あと、シルバー商品ですね。これ、あ、これは買って、買うの忘れないようにお願いします。はい。シルバーですね。あと、マイレージ商品のご案内。1日1回、これなんか来てたのか。まあ、前に関してはこの辺ですか。これ前から、あ、3種セットはなかったのかな。まあ、来てますので、マイレージもちょっと確認します。しておきましょう。ということで、以上でパール商店見たので、はい、次、グロラボ見ていきますけど、7日金曜日のグロラボですね。で、まあ、ギャラ調整来てます。はい。で、あと、バイバイ、化け物、マモスターです。で、まあ、なんかあったような、なかった気もしたんです。気のせいですか？ないですね。特に馬に関しては。はい。あ、なんか馬上の戦闘がどうこうっていうのはあったと思う。これ、ちょっとここにはないのかな。はい。ということで、プロラボなしで。で、あと、はい。こちら、あ、ちょっと待って、お待ちください。6月5日の、
少々お待ちください。はい、お待ちします。それでもいいですけども、クローンストーン、あ、これですね、アクセサリークローンストーン、クローン来たので、いよいよ来週日本来ると思います。黒い石挟んで、落ちない強化値、強化値落ちないじゃなくって、これ消失が防げるんですね。はい、と一生は多分強化値が落ちないですね。服に関しては強化レベル下がらない。であと、アクセサリーに関しては消失することが防げて、ただレベルは下がる可能性はありますっていう、まあ普通の武器防具アクセと一緒ですね。の仕様が、まあ、来週日本に来ると思いますので、はい。で、あとチミクローンとか、まあこの辺ですね。まあいろいろな、なんか目チミのあれに定食に、まあ特殊回入ったのでアクセはなくなるという。で、まあ、そうです。あとは、はい、特にまあ馬に関してはなしでいいと思いますので、以上で韓国を見たら、あとイメですね。はい、で、まあ、1個ずつなんか見ていっておきましょう。馬レベル作らない、スキルが一つ足りない、これ幻想馬は外見変更がないできないので、はい、それ最上級成長記録、まあ、これはステーですかね。はい、であとドリームステータス、これもステーに関してですかね。はい、あと、これは、天性の馬になれるのか。これは何ですか、ね、ちょっとよくわかりませんね。まあ、ということで、まあ、特に、はい、なんか、こう、あれするものはないので、では、中でパール焦点見て終わりたいと思いますので、お待ちください。はい、それでは見ていきますけれども、まあ、マイレージでちょっとさっきなんかあったので見ていきますけれども、そうです。マリーラの花芽、ララのホットティーもあったのかな。で、これが3種セット、まあ、1個ずつ3種あるんですか、まあ、1個ずつですね。はい。入ったものと、マリーラの花芽ライブ。ララのホットティーもちょっと多分、これ、週1回ですね。はい。で、これはまあ、デイリー。で、これはまあ、前からあるやつなので、はい。ということで、まあ、ちょっとその辺ですかね。はい。で、あと、パールっていうか、ホットニューで、シルバーで、まあ、来てるのがあるので、これですね。まだちょっと私も買ってなかった。んですけれども、これ1個はこれですね、記念パッケージ、長距パッケージ、あとまあ生活パッケージあたりもホットティーとかあるので購入しておくといいと思います。あとはコーディネートセット、これあれですね。あとまあ個別パールなので見ていきますけど、まあ、まず衣装ですね。衣装。機能性についてもないので、次ペットで、これですね、狛犬、まあ、実質半額、2匹なので半額。で、鎌当たり2個ですね。はい。あと、登場物ですけども、この辺がですね、来てますので、確定権、あと初期化と、変更、スキル変更権ですね。この辺の割引来てますので、ご購入お忘
購入検討されてる方は、まあ、お得にですっていうことです。はい、ということで、以上で、6月5日のメンタル無関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。